はい、どうも、竹内です。今日もね、B リーグのことについて話していきたいと思います。まあ、昨日の試合がありましたね。横浜と秋田、横浜ホームで秋田がアウェイと75対93で秋田の勝ち。ちょっと横浜苦戦してますね。はい、横浜、ちょっといろいろあるんだけど、まあ昨日ね、僕が見てて気になった点、オフェンスとディフェンス一つずつ話していきたいと思います。はい、でまず横浜のディフェンスについてなんですけど、横浜はね、ゴール下の守備を見直した方がいいと思います。今すぐ。はい。っていうのは、秋田、昨日、二人頑張ったんですよ。この野本健吾と、ウィアンス二課が頑張ったんですね。っていうのは、野本10点、ウィアンス二課21点。ここで30点取られてるんです。でもね、秋田ってね、普通他の試合だったら、こんなにこの二人で点数取れないんです。まあ、野本とね、ニカはね、ステップを踏んでのシュートが得意なんですね。はい。けど他の試合だと、なかなかそのステップのところで潰されたりとか、体勢悪くなっちゃって、いいシュートが打てない。体勢悪いシュートしか打てなくて、まあゴールこぼしちゃうっていうところがあったりとかして、30点ではなかなか取れないんですよ。でも横浜取られちゃったっていうのは、まあシンプルにこの二人にスペースを与えすぎたってわけ。で、この、横浜のね、昨日の組み合わせだと、ベクトンとサザランド。サザランドはどっちかっていうと、外の選手なんでね、ベクトンとエドワード・モリスで2人で、なんか頑張ろうよっていう感じなんですけど、まあ昨日ね、それでゾーンとかで敷いたりして守ってたんですが、ちょっとそこでね、中に入ってきた野本とかニカにボールポイントを渡された時、全然プレッシャーいってなかったし、ステップしっかり踏まれてね、ファウルでしか止めれなかったっていうところがあったんで、ちょっとゴール下の守備は見直した方がいいと思います。はい。でね、まあ、あんまりツイッターとか見るとさ、あんまり横浜のゴール下について誰も言ってなかったから、俺のせい、気のせいかなって思ったんだけど、やっぱりこの2人にね、30点取られたっていうのは、やっぱりちょっと、横浜見直した方がいいんじゃないかなって思いますね。ベスクトンがちょっと 2試合連続で5ファールしちゃったかっていうのも、やっぱりその、ファールさせないような守り方をさせる。しっかり、シュートを打つときに、手とかね、そういうのを引っ掛けさせるようなファールのコールをさせ方をするんじゃなくて、まあシュート行く前にしっかりこのベクトンとかエドマン・ローリスにディフェンス、体を張ったディフェンスさせてね、守り切るっていうことをちょっと横浜見直した方がいいんじゃないかなって思いますね。はい。で、横浜のオフェンスについてですね。はい。オフェンスについてはね、横浜は1対1を仕掛ける場面がかなり多いなって思いましたね。はい。で、1対1で、ま、攻めることは僕は全然悪いことだと思ってません。それで、ね、横浜点数取れない選手が、いるってわけじゃなくて、もう誰もね、点数取れる選手たちばっかりですから、1対1で攻めるっていうのは全然いいと思います。まあ、昨日75点取ってるわけだし。ただね、その1対1を仕掛ける場面と、あと、そのオプションがね、ちょっと弱いかなと思いますね。っていうのは、横浜昨日、秋チェンバース2点しか取れてないですよ。30分出て2点。ここで点数取りたいのに点取れてない。まあ、そういう現状ね、なんとか しなきゃいけないんじゃないかなって思いますね。はい。で、横浜ね、まあ、1センチドーンと仕掛けるのはいいんだけど、そこでね、うまくいかなかった。ちょっと、パス戻してやり直すかっていう時に、ちょっとね、攻め手がないっていうのが僕の印象でした。じゃあ、アキチェンで、そのピックアンドロールうまくいかなくて、サザランドとかで3打ってもらうとか、あとは、いいから、スピードで勝負してもらうとか、まあ、そういったね、感じの場面が多かったんで、ちょっとね、攻め手のオプション、その1対1を仕掛けた時に、しっかりキックアウトできるような形を作るとか、あと中の選手がね、しっかり合わせを作るとか、アキチェンはそういうの得意だから、まあ、もっとね、そういう働きをさせてあげれば、30分で1点っていう形もないかなと。はい。で、1対1で誰かが仕掛けたときに、他の人がね、それに合わせて、スペースを作る。っていうのが、横浜、改善すべき点だと思いますね。はい。まあ、そんな複雑な、形を考えなくてもいいと思います。だから、マキをね、しっかり持って入れてあげて、コーナーでしっかり待たせてあげてね、それだけでね、スペース空いたりとかもありましたし、そういうふうなね、秋山とかね、もっと使ってあげてね、どんどんスリーポイントを出したりとかすると、またちょっと違ってくるんじゃないかなと思うんですね。確かね、横浜、昨日結構スリー打ってなかったんだよな。13本ぐらいかな。
もうちょっとね、幅広い視点からね、まあ、1対1からでもいいし、まあ、どこからでもね、仕掛けていくっていうのが、もうちょっと大事なんじゃないかなって思いましたね。はい。まあ、横浜ね、正直ね、3ヶ月前、秋田戦ってたらね、秋田ブースターとしてはね、多分負けてたと思います、秋田。3ヶ月前にその2連戦やってた。っていうのは、ジェイソン・ウォッシュバーンがいたっていうのはあるんだよね。やっぱりね、横浜。怪我しちゃっていなくなっちゃったっていうのもあるし、で、結局、勝てなくて、ヘッドコーチもね、ビスマンから変えちゃったし。だから、その環境変わったっていうのは結構、でかくて、まあ、それでうまくいくかって、やっぱり大博打になっちゃうんですよ。だからね、ちょっと横浜踏ん張り時かなって思いますね、今は。ただ、悪いニュースだけでもなくて、さ、今赤穂ライターいるから。ここでね、頑張ってもらいたい。ただね、やっぱりそのさっき言った通り、単純な1対1の仕掛けだけじゃ、赤穂ライター対策されちゃいますよ。まあそういう危機感を持ってね、やっぱりやってもらわないかなっていう意見かなって思いますね。まあ選手構成的にはね、全然悪くないですから、ちょっと田渡りの不調も気になるけど、まあここね、もうちょっと頑張ってほしいかなって思います。まあ、ただたりね、いい時間と悪い時間帯あるから、そこはね、ヘッドコーチがうまくコントロールしてあげなきゃいけないかなって思います。まあ、そんなところですね、横浜は。で、じゃあ次、秋田について話しますか。まあ、秋田についてはね、もうね、田田武志万歳ってことで、もうこれ以上何もいいことないでしょ。っていうのは冗談だけど、まあ、やっぱり野本と二課が頑張ってくれたのも最高だし、まあ、オールはね、やっぱりまだ練習が必要かな。ではね、ちょっと秋田は、今日の試合、結構勢いの乗れた試合になったんじゃないかなって思いますね。まあ、昨日じゃないや、今週末の、今週末？次のホームゲームのね、琉球戦でね、しっかりね、西野とか出てくれれば嬉しいかなって思いますね。まあ、キーなんで勝ち続けてきてるのは、ちょっと秋田にとっては嬉しいニュースだと思います。まあ、そんなところですかね、今日は。まあ、横浜はね、まあ、まとめると、ディエンスではゴール3周を見出す。オフェンスでは、もうちょっと幅広い視野を持ったオフェンス Z、1対1からのオフェンス Z を増やすべきだと思います。まあ、結構昨日ね、酔っ払って、見ててね、なんかあんまり覚えてないんだけど、まあ、月並みなところからで言えば、そんなところかなって思ってます。じゃあね、今日はここまでにしたいと思います。動画ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。では、さよなら。